はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、えー、11月28日ですね、参院予算委員会が開かれまして、ここで、ま、11月1日に、神会って言われたね、あの、国会質疑をやった、令和新選組山本太郎さんが、まあ、再びね、登場したっていうことで、結構ね、注目を浴びているんですが、まあ、前回はですね、そこにテレビ中継も入ってたってことで、消費税のこととか、経団連との癒着みたいなのもね、バーって言ってたから、まあ、正直ね、僕も令和新選組っていうのは、 どうなんかなって思うところがあったんですけど、まあ、結構ね、感動すら覚えたような内容だったんですよね。SNS でも大絶賛されていたので、今回もね、かなり注目を浴びていたようなんですがえ、こちらの記事、山本太郎氏、控えめに言って国民を殺しに来ている消費税減税要求を拒否に岸田首相に怒りということで、令和の看板政策っていうのが、まあ、消費税の廃止っていうことなんですけど、どうして令和新選組ってどうなんっていうふうに思うのって聞かれてるんですけど、 あのね、経済政策はぶっちぎりでいいと思うんですよ。だから基本的に僕って経済的なところって結構バーってこっちのチャンネルで言ってますけど、だから令和新選組の言ってることと、その波長が合うっていうか、言ってることは賛同できるんです。しかしながら、そもそもの政治思想が違うっていうところで、どうなんかなみたいな。例えば令和新選組と共産党って、まあ、ほとんど似てるようなかないようなわけです。じゃあ令和が出てくる前まではその人たち全員共産党支持者やったんかって、そんなこともないと思うんですし、 今、令和新選組推しの人が共産党も応援してるかったらそんなこともないと思うんですよね。当然、全部が一致してるわけないから、まあ、政党としては別やねんけど、割と似たようなところが多いわけですよ。だから僕のその経済的な話で言うと、多分令和とかなり似てると思うんですけど、そもそもの僕の考えてる政治思想と令和新選組の思想が違うから、どうなんて思うところがあるっていう感じです。 ただそうだとしても、前回のあの質疑っていうのはマジで感動を覚えるぐらい良かったなっていうふうに思うので、割とネットなんかでも、令和新選組どうなんて思ってた人でも、結構見直したな、ラバマモッタロー勉強してんなっていうふうな声っていうのはかなり上がってたみたいなんですよね。だから今回も注目されたんですが、まあ今回も個人的にはかなり良かったんじゃないかなっていうのも、この消費税について政府はタイトル通り減税やりませんっていうふうに言ってるんですが、 いろんなさ、何癖とかヘリックスで言いまくってるわけだけど、それを今回山本太郎さんもデータというかあのプレゼン形式で、やはり一つずつ潰してるなっていうことがあるので、逆にやらないっていうこと自体が、まさにこの山本さんの言ってる通りなんじゃないかなっていうわけで、え今回はこちら見ていこうと思いますんでよろしくお願いいたします。令和新選組山本太郎代表は28日の参院予算委員会で、国民の置かれた厳しい立場を示す各種データを次々と示しながら、岸田首相に対し消費税廃止か減税を求めた。 首相は国民の皆さんの声があることは承知しているとしながらも応じず、山本氏が控えめに言っても殺しに来ていると思った方がいいと強い調子で訴える場面があった。山本氏は消費増税後の景気の落ち込みが増税前のレベルに戻るまでの期間を時系列に説明し、消費税8%に上がった後、増税前に回復しないまま19年に10%となり、4年経過しても回復していないと指摘、みんな貧しくしていると訴えた。 また、日本の相対的貧困率が15.4%に上り、韓国や米国も上回っていると指摘。日本だけが30年に及ぶ不景気でコロナが来て物価高のダブルパンチ。中間層も低所得者層も人間の尊厳を守れる生活ができていないと述べ、苦しんでいるのは一人親世帯だけでなく、中間層も大変だ。この国を救ってほしい。まずは物価を下げる。みんなの持っているお金を増やすという意味で消費税廃止もしくは減税をお願いしますと首相に要請したと。 まというわけで、まあほんとおっしゃる通りで、まあこれが感情論、感覚じゃなくて、ちゃんとデータにも出てるんですよね。事実質実質賃金は18ヶ月連続マイナスなわけですし、海外から見た時の今の日本っていうのは、中間層ってもういないよね。ほんと一握りの富裕層と圧倒的低所得者層、貧困層がいるのが日本だっていうふうに言われてるわけ。 しかもある国では、この景気が悪くなったりするような政策を打ったら、日本みたいになっていいんかっていうふうにも言われたりしてるっていうのもね、あったりするから、どう考えたってこの国を動かしてる連中のやり方がおかしいってことなんですよ。今回の新たな経済対策でも、物価高騰だから物価を下げてくれっつってんのに、それは下げずに、所得税を下げることによって、可処分所得をちょびっと増やしましたみたいな。 でもそれをやるのは来年の6月みたいなね。いやいや今が大変なんだ。しかも今から本格的不意になったら放熱費や燃料費爆増するわけですよ。でもそこに対しての政策はないわけですよね。来年まで待ってねみたいな乗り越えたやつにだけあげますよみたいな。 やけど、来年には賃金が物価の上昇に追いつくような経済になるっていうんですけど、信じられるかみたいな。信じられるかっていうか、絶対無理というふうにしか思えないんですよね。だからここで山本さんも言ってるけど、分厚い中間層を作るっていうのが、その少子化においても重要なことやのに、その中間層から絞り取って、全員を貧困化させてるっていうのが今この自民党の政策なんじゃないかなって僕も思ってます。 で、まあ、あとりあえず消費税廃止減税をお願いしますというふうに訴えたんですが、岸田首相は、賃上げを実現するために可処分所得を盛り上げないといけない。その方策として総合経済対策を進めていく。この政策を進めることで賃上げや経済の好循環を実現したいなどとして、消費税減税には応じない考えを示したというわけで、これあヤフーアンケートですけど、新たな経済対策に期待が持てるかで95、95%が期待できないですよ。それはそうですよ。だって最も効果のある消費税減税やらないって言ってんやもん。 もちろん所得減税だって効果はないとは言わへんけど、でもそれをさ、一回限りっていうふうに、回数を先に発表したもんやから、それやったら現金給付となんか違うみたいな。で、時期がさっきも言ったけど、来年の6月なわけでしょだから、ざっくりしたタイムスケジュールで言うと、3月にインボイス後の消費税納税があって、4月にガソリン補助金が切れて、5月に自動車税固定資産税の納税があって、6月に初めて所得減税が4万円ある。ゾッとしませんこれ聞いたら。 で、この岸田首相の消費税減税に応じない考えに対して山本氏は過処分所得が上がるのはいつの話なんですか先の話でしょう。今なんですよ。年を越せないんですよ。今苦しいんですよ。今すぐやってほしいんですよ、と主張どうしてそれをやらない国民生活が緊急事態ということを全然わかってない。来年にはどうにかなるんじゃないか。上がる傾向があるとか、そういう話じゃないんだよ。30年の不況にコロナが来て物価高が来ている。政治が理解していないじゃないですか。と、時折声を上らげながら指摘した。 その上で、今必要なのは、消費税の廃止と季節ごとの一律給付、社会保険料の減免だと、党の主張を口にしながら、国民の皆さん、控えめに言って、これ殺しに来てると思った方がいい。このままいけば、ペンペングさも生えないような将来が待っていると、テレビカメラの方を向いて呼びかけ、貴族の集まりの中田町をみんなでひっくり返しましょう。れいわ新選組がその先頭に立ちますと主張して質問を終えたと。 というわけなんですけど、まあほんとおっしゃる通りかなーっていうふうに思うんですよ。ただまあこれ時間も限られてるってことなんでしょうけど、まあテレビ中継が入ってるってなれば、多分ね、この消費税廃止、一律の給付、社会保障の減免、もちろんそれしてくれたらありがたいんやけど、その財源とかそんなことしたら日本が破綻するわっていう、そういうところがわからないっていう人がやっぱ多いんじゃないかなって思うんですよね。それぐらい多分日本国民って洗脳されてるんですよ。 多分僕とかその僕のチャンネル聞いてくださってる人やったら、この山本太郎さんに言ってることっていうのが、まあできるっていうのは分かってるんですけど、でもそれが分かってんのってあくまで少数派。まあネットでもさ、割とこれ周知はされてきてるけど、まだまだ少ないと思うんですよね。だから自民党が未だに与党であったりすると思うんですよね。もちろんそれは選挙の投票率が低いっていうのもあるけど、だから多分今でも多数の人っていうのは、令和の,の主張っていうのは、減税して金ばらまいてる耳障りのいいことだけを言う政党みたいな、まあそういうイメージが大きいと思うんですよね。 だから、その、代わりの財源どうすんのとか、消費税減税したって、じゃあ税収足りひんくなるやん、どうすんのっていうところも合わせて主張した方が、僕は確実にいいんじゃないかなとは思うんですよね。もちろん時間の関係上そうできないっていうところもあったとは思いますけど。で、まあこの山本太郎さんのやりとりっていうのが、やはり今回も X では結構ね、話題になっていまして、今消費税減税を望む声っていうのは、 今、6割あると。まあ、これは山本太郎さんの前に共産党の田村智子議員もね、同じようなこと言ってたんですけど、この声聞こえてんのかどうなのかっていうのをね、まあ、山本太郎さんが質疑するっていうところがあったんですが、岸田総理はそれに対して一体どういった答弁をしているのか。で、この質疑の中で今回、消費税の減税について政府の減理屈ってあるじゃないですか。あそこについても的確な指摘っていうのがあったので、 えー、一旦こちらの動画をご覧ください総理国民の声をですねそろそろ聞いていただいてもよろしいでしょうか資料の27消費税の減税を望む人々今や約6割総理にお聞きしたいんですこの約6割の声聞こえていますか聞こえていませんか どちらかでお答えください消費税の引き下げについて、国民の皆さんの中から声があるということは承知しております、しかし、政府としては、国会でも申し上げておりますように、可処分所得を支える方策として、別の政策を用意しております消費税の減税について、これ、時間がかかるから、これ、やれないんだというご説明もされてますよね。 資料の28、これ総理も野党の第1党も、これ、消費税減税は時間がかかるんだって言うんですよ、で自民党の茂木前幹事長に至っては、消費税の減税には半年から1年かかると具体的に発言されてます、総理、消費税の減税は時間がかかるんですか、教えてください。あの消費税税税税ののの減税、えっと、各国国とも事情はは様々であります、まあ、ドイツや英ににおいては付加価値税税率の変更の際に 総額表示義務のもとに価格設定価格変更のタイミングを判断するということであります日本においては消費税最終的な負担消費者に転嫁するという考え方のもとに制度が出来上がっていますこの変更に当たって値札の張り替えシステム改修、総合の準備が必要である事情は大きく異なっていると認識をしております 各国比較に対して答えてくださいってったわけじゃないですよ官僚はさみこの紙間違えてません次いきますよ、えー、減税の発表から議会での法的手続きなど減税の実施までにかかった期間はどれ,どれぐらいなのかまあ、海外で消費税まあ、付加価値税とも呼ばれるんですけど4カ国の事例で教えてくださいえ先生からお示しいただきました4カ国のそれぞれにつきましてお答え申し上げます、えー、まずイギリスでございますけれどもレストランなどにおける飲食の提供それから宿泊サービス娯楽サービスには 通常であれば付加価値税の税率として標準税率の20%が適用されることになっておりますがコロナ禍の下では2021年の9月までの時限措置として5%の軽減税率が適用されておりましたこの時の付加価値税率の引き下げですけれども2020年の7月8日に公表され それれから7 7日日後の7月15日に行われております続きましてドイツですけれども、やはりコロナ禍の下で、2020年の12月までの次元措置といたしまして、付加価値税の標準税率が19%から16%に、また、軽減税率は7%から5%に引き下げられておりました。これれらの税率引き下げですけれども 2020年の6月3日に公表されまして、それから28日後の7月1日に実施されました、えさらにアイルランドでございますけれども、2009年12月9日に付加価値税率が21.5%から21.0%に引き下げられるとの公表がなされまして、それから23日後の 翌2010年1月1日にそれが行われております最後にマレーシアでございます2018年5月の下院議員総選挙で付加価値税の廃止を掲げる野党連合が勝利いたしまして政権が交代しましたそうした中その年の5月16日に付加価値税率を6%から0%に変更することが新政権によって公表されまして公表から16日後の6月1日には実施に移されております以上であります はい、イギリス7日、ドイツ28日、アイルランド23日にマレーシア16日、日本は値札付け替えるのに時間がかかりましてね、減税まで半年です、1年です、こういったボンクラ議員は引退すべきですよ、やる気がないだけじゃないですか、さっさとやってくださいよ。 総理消費税が社会に及ぼす悪影響何が考えられるか教えてください、えー、消費税については、えー、社会保障の財源と日本学においては位置づけられています全世代型社会保障制度少子高齢化の中で構築していく中にあたってこの財源を大事にしなければいけないそういった観点からこの減税は考えていないと申し上げています、えー、弊害というよりは消費税そのものの位置づけ 日本における位置づけを考えて、ま、減税は考えていないということを申し上げています。というわけで、まあ、この山本太郎さんのね、その消費税の部分だけっていうのをね、見てもらったんですが、あの、最初の消費税減税の声、6割あるんですけどっていうところに対して、まあ、それがあることは知ってると、しかしって言ったんですけど、もうその時点で終わりでしょ。国民の過半数がさ、減税求めてんのに、それに対して、しかしはもうあかんって、イコール、声は聞く気ないって言ってんと一緒じゃないですか。で、まあ、最後の方も、その消費税っていうのが、 全世代型社会保障の重要な財源に位置づいてるって言ってましたけど、やっぱり位置づいてるだけで、あいつ一般財源やねんから、月のように使えるわけですよ。で先日ちょっとお話しさせてもらったんですが、その税収増を国民に還元するっていうふうに岸田さんは言ってて、今回の新たな経済対策で所得減税というのを打ち出してるわけです。しかし、鈴木財務大臣が即座に税収増を全部使い切ったっていうふうに言ったわけですね。ここで、 格内不一致っていうことが起きてるわけですけど、でもよく考えてみると、税収増って言うけど、増えてる税金は消費税なわけです。じゃあ、増えてた税収分っていうのは消費税なわけだけど、消費税は全世代型社会保障の重要な財源なんですよね。でも、鈴木財務大臣は、その税収増何に使ったかって言ったら、国債の償還に使ってるって言ってるわけですよ。つまり、社会保障に使ってるんじゃなくて、借金返済に使ってるって自白してるわけよ。ほんならさ、あんたら言ってることと使い方は違うやんけ、嘘つくなってことになりません というか、まあデータが嘘っていうことはもうすでにバレてるんですけど、財務大臣の答弁で借金の返済に使ってるって言ってるんですけどって。え、だから嘘つくなってほんまに。で、さらに面白かったのは、この消費税減税するには時間がかかるっていうよう言ってるやつですね。ここに対しても結構突っ込み入ってましたけど、この部分が文字起こしされてる記事があってこちらですね。岸田首相消費税減税総応の準備必要も英国は7日で完了やる気ないだけ山本太郎氏ということで、 さっきの答弁記事に、ね、起こされてるんで、ざっくり読んでいくと、岸田首相は28日の参院予算委員会で、国民の間から実現を求める声も多い消費減税について、引き下げについて、声が上がってることは承知してるが、政府として可処分所得を支える方策として別の政策を用意してるから、減税は踏み切らないと。一方、政府や自民党が消費税減税に消極的な理由の一つに、時間がかかることを挙げていることの是非を問われると、 税率変更にあたって値札の張り替えやシステム回収など相応の準備が必要。海外とは事情が大きく異なっていると述べたが、その後山本氏が海外で消費税にあたる付加価値税の税率の変更をするのに要した日数について、イギリスは7日、ドイツは28日、アイルランド23日、マレーシア16日というデータがあることをフリップで指摘。値札を付け替えるのに時間がかかる、減税まで半年1年。 こういうボンクラ議員は引退すべきだ。やる気がないだけだ。さっさとやってくださいよと首相に苦言を呈したと。いや、ほんまおっしゃる通り、やる気がないんですよ。だから、そうやってやらないヘリクつをずっと言い続けてるっていう感じ。さっきのさ、全世代型社会保障の重要な財源に位置づいてるもそうでしょ。でも一般財源ですよね、あれ。借金返済に使ってるって鈴木財務大臣ちょっと前に言ってましたよね。でもさ、完全論破できてしまうわけ。 それこそ鈴木財務大臣に至ってはトリガー条項を発動したら1.5兆円の財源がいるからダメとか言ってるわけですけど、いやあんたら補助金6兆円入れてるやんけってすかさず反論ができてしまうわけ。でもそこにすら気づいてんのか気づいてんのかわからんけど、何食わぬ顔で言っちゃうっていうところ。つまりやる気がないんですよ。逆に言うなら海外っていうのはちゃんと国民生活や経済の状況っていうのが分かってるから、それに応じて適切な政策を打っていくわけ。でしかもこのマレーシアに関しては消費税を廃止にしたっていうふうに言ってたんですけど、 それまでにかかった時間が16日なわけですよ。出された最長でもドイツの28日、つまり1ヶ月でできるわけ。じゃあもうこのデータで、時間がかかるは通用しないってことになったんじゃないのそもそもさ、この岸田さんの言ってる、変更にあたっての値札の張り替え、システム回収など相応の準備が必要って言うけど、それって増税の時でも言えるわけですよ。でもあんたら問答無用やん。インボイス制度に関してはさ、反対署名過去最高っつってのに強制的に導入したやん。で、この3月で大混乱が発生するのも目に見えてるやん。 で、さらに二重取りの問題なんかも浮上してきて、それに対してどうなんですかって聞いても、誰一人納得のいく回答せえへんやんけ。だから、海外とは事情が大きく異なってるっていうけど、軽減税率っていうのもちゃんとあるし、別に日本でも増税をすればそれは税率変更になんねんから、やることは同じわけ。でも、あっさりやってしまうんだったら、減税だけはなぜか半年、一年かかります。だから時間かかるからできません。黙ったら多分さっさとやる。できへんやったらやめてまえってことですよ。 で、山本氏に消費税の悪影響を教えてほしいと聞われた首相は、社会保障の重要な財源である。だから、減税は考えてないと申し上げている。弊外というより、この消費税そのものの位置づけを考えて、減税は考えていないと申し上げていると訴えたが、質問内容と噛み合わず、山本氏に悪影響も喋れないんですね。ペラペラの答弁ですよと、皮肉られる場面もあったと。というわけで、まあ今回もなかなかこの山本太郎さんの質疑っていうのは絶賛されているようですね。 ま、事実、あの、パネルを用いて、あの、プレゼン形式っていうのは分かりやすいな、というふうには思いますね。はい。まあ、なんせ、その消費税減税についての、やらない理由っていうのを、ま、一つずつ潰していってるっていうところがあるので、これでもやらないっていうことは、最初の記事にも出てた通り、控えめに言って国民を殺しに来てると言っても過言ではないのかな、というふうには思いますね。はい。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。えまたよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。